僕がマッケンに紹介した女の子、マッケンが付き合ってきた彼女、まあ、いろいろいます。でこれを時系列に追いながらいろいろ話をしていきたいと思ってます、はい。でマッケンをね、僕初めて会った時にマッケンに初めて彼女ですって紹介されたのは大原さくら子ちゃんです。僕が西麻布でモースというバーをやってたんですけど、そこにも2人で来てくれてます、はい。でマッケンが彼女のことに対して僕とやり取りしているラインも残ってるので、それは後日で、証拠スクショとして出します、はい。ちょっと怖いからね、一応聞こえてるよね、大丈夫ね、はい。それで、大原さくら子ちゃんです。でその後大原さくら子ちゃんと、別れた後、地球ゴージャスという舞台で、一緒に共演した、いわゆるそのあれなんていうのかな、ダンサーチームというかアンサンブルの人とマッケンは付き合ってました。年上です。で僕はその彼女とマッケンと一緒に韓国行ってます、はい。それの LINE も残ってます、はい。でその彼女、いわゆるこのアンサンブルやってた彼女、ちょっと名前まで僕はね出せないですけども、この彼女に関して別れるときマッケンはとてつもなくひどいことをしました。それはどうやって別れたかというと、村上さんという先ほど言った社長、彼がマッケンの社長をしてたんですけども、当時マッケンが住んでるマンション、このマンションにそのアンサンブルの彼女も一緒に住んでました。でもマッケンはこの彼女と別れたいがためだけに、仕事に行ってくるねと自分は家出た後、村上さんという人は合鍵持ってるんでね、この彼女が一人で寝てるところに入っていきました。でその人は、マッケンのマネージャーだという言い方をして、お前何こんなとこにおんねん、マッケンに彼女がおるなんて俺は聞いてないってブチギレた様子で、その彼女を家から追い出しました。でもちろんその彼女は慌ててマッケンに電話します。でマッケンはその後、いや実は社長から電話かかってきたからちょっと後でもう一回折り返すねって言った後、もうマッケンからしてやったりです。もう皆さんの予想通り、その後マッケンはその彼女に電話して、いやごめんねと、別れろと言われたと。でこれ以上そういうことするんでは仕事を振れないと言われたから別れてくださいとその彼女に言いました。でその彼女は泣く泣くマッケンの家から荷物を持って出ていきました。これがマッケンが、その彼女と別れる時に使った手法です。あんだけ、人良さそうに好青年ぶって、もちろん巷のイメージ、全てのイメージがマッケンに対しては良かったと思います。でもマッケンという男はそういう男です。